はい、こんにちは、キリンです。禁断のボーイズさん復活しました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということで動画が20何分間やってですね、まあぜひですね、生の声を聞いてほしいんですけど、まあ僕はですね、ちょっと時間が長いっていうのもあるんで、バーっと要約して、まあちょっと感想を述べて終わりたいと思います。はい、で、まずですね、休止期間。で、まず最初の1ヶ月ほどですね、メンバー間の連絡を一切取らずに、でその後メンバーで、今後の方針について話し合いを重ねてきたということですね。はい。で、復帰時期は1君以外で決定しましたということです。はい。で、ここから個別の話なんですが、まあ、まず1君、は、まずサービス、まあ、バリューについて、サービスの理解が十分にできていなかった。で、なので、騒動の渦中で、他の関係者についていくことしかできなかったと。しかし、それらはすべて自分の責任であると言われてました。はい。で、禁断ボーイズの活動については、まあ、数字だけ、まあ、人気取りだけが目標となっていて、自分たちが楽しむ、視聴者を楽しませるということを忘れていたと。はい。で、今後はですね、まあ、誰かの迷惑をかけるような行為を一切やめていくとのことでした。で、次、モーリーさんなんですが、ツイッターの偽アカ疑惑なんですけど、モーリーさん本人のインスタでですね、ツイッターは偽物ですってつぶやいてたんですが、まあ、インスタの人気がなさすぎて、誰にも信じてもらえるとか。まあもうこの時点で、まあ田中さん、メサイヤさんはもう笑ってしまうという、そういう感じになってました。はい。めっちゃ面白いですね。この緊迫した感じの中で、このネタをぶっ込めて。はい。で、あとですね、ヒカルさんの社会不適合者発言。まあこれも問題なし、まあ自覚もあるし、別に、本人たちは誰も気にしていないと。はい。と、あとですね、ヒカルさんたちがハワイで今復帰動画を撮ってるっていう噂がありますが、禁断ボーイズは誰も言っていませんと。はい。で、次、田中さんですね。田中さんは、まあ、禁断ボーイズの活動に関してなんですが、まあ、イックンに今まで依存しすぎていたので、まあ、今後はですね、まあ、他の3人のメンバーがイックンをよりしっかりとサポートしていくという体制を整えていくということでした。はい。で、最後、メサイヤさんですね。は、今まではですね、まあ、イックンさんが、リーダーということで、今までは、まあ、他の3人が何かやらかしたときは、3人のケツをイックンが全て拭いてきたと。はい。で、今回のバリュー騒動では、イックンが、まあ、やらかしたということで、その場合は、3人がケツを拭くと。まあ、つまり、これはメンバー全員の責任であると。はい。そして、禁断ボーイズは、もはや家族であると言われてました。はい。で、最終的に、まあ、なんやかんやあって、なんかみんなでスーパーカップを立てながら、まあ、ちょっと雑談して、終わるって感じなんですけど、まあ、今後の禁断ボーイズの活動についてはですね、メサヤさんの彼女オーディションの最終章的なものだったり、まあ、マホトさんとの旅行についてだったり、あと質問コーナーみたいなこともやると言われてました。で、ざっとこんな感じなんですけど、まあ、僕の感想っていうのは特になくて、まあ、僕は純粋に禁断ボーイズさんのファンで、まあ、動画を毎日楽しみにしてたので、純粋にその禁断さんの動画がまた見れるっていうのが嬉しいっていうだけです。まあ、他に言うことはありません。まあ、ぜひですね、禁断さんの動画まだ見てないって方は、生の声を、聞いてみてほしいなと思いました。はい、以上です。ということで、今後ますますの禁断ボーイズさんのご活躍を願っていきたいと思います。そして話題をいっぱい起こして、僕たちのネタを提供してくださいということで、はい、ありがとうございました。Let's do it!